マチュンさん、こんにちは。今回はワクチンの話でしたっけね。マスクの話からしましょうか。私すごくね、奇妙だなと感じるのが、その一人でウォーキングをしてる人までマスクをしていたり、それからね、一人で車に乗って運転してる人も気づいたらマスクしてるんですよね。だからね、やりすぎなんだと思いますよ。マスクって結局自分が飛沫を飛ばさないためっていうのが、目的だと思うんですよね。ってことは、無言でいるんだったら別に群衆の中にいてもマスクなんてする必要ないんですよね。でもマスクをしないとなんかね、お互いに、あ、マスクしてないじゃんみたいに思ってるし思われるから、それを恐れてやるんでしょうね。その気持ちはよくわかりますけども、私はね、その感染症対策を誰よりもしてると思うんですよ。そもそも人に会わないですしね。それからその辺歩いても人いないですから。でプラス、私PCR 検査をね、PCR 検査は私はすごく信用してないんですけども、あれを1年間ずっとね、毎週のように受け続けてきて、ずっと陰性なわけですよ。で、何をもってそのマスクの目的とするかってなんですけども、私はね、その感染をさせるとかさせないっていうよりも、お互いの安心感のためになっちゃってるのかなと思うんですよね。でもはやなんかそのうちマスクをしないと、そのストーキングじゃないですけどね、なんですかね、裸でその辺を歩いてるのと同じぐらいの扱いを受けちゃうんじゃないかなと思いますけども、マスクはね、別にする義務もないですし、そういう条例も法律もないわけですから、しなくてもいいんじゃないかと思うんですよ、私はね、疑問を持つ方は、でそういう人がだんだん増えていけば、ああやんなくてもいいよねみたいになってくると思うんですよ。でこんな最中でも私ね、世界中の、映画とか、それからDVD 化されたテレビドラマとか見るんですけども、別にしてないですね、劇中に出てくる人は。それなりに感染症対策して、それでいてそういうふうなね、俳優業とか女優業に勤しんでるんでしょうけども、別にラブシーンもありますしね、結構ね。じゃあそこで何か起きてるかって言ったら、起きてないんですよね。例えばですけども、今こういう時期にでも、東京の方ではね、ものすごく風俗業界って盛んなんですよ。それこそですね、18歳を待って誕生日に風俗業界に入ってくる女の子も結構いて、なんか一つのお店でもね、1ヶ月に1000人ぐらい面接するらしいんですよ、一つのお店でもすごいですよね。1日の来店客数がキャストさん ×3 人とか5人みたいなところですよ。そういうところでも1000人ぐらい面接して、で大体3分の1ぐらいは働いてもらうらしいんですよね。となるとですね、1ヶ月に300人、毎日10人ぐらい新しい方が入ってくるって、面接に来るって計算になりますし、そのうちのね、3人ぐらいがいつも新人ですとか言ってね、その店に雇用されるってことになります。すごい人数ですよね。私も会社を経営してますけども、そんなにガッポガッポ入社希望の人が来るってことはないんですよ。でもそういった、例えばデリヘルさんとかね、ハコヘルさんとかね、イメクラとか、そういうところにはものすごくね、就職希望の方が、女の子が多いんですよね。そうなると、そういうところで何かね、いわゆるクラスター問題とか起きそうなんですけども、これないんですよ。どうなってるんでしょうね。で飲食店が今かなりのね、制限を受けてますけども、はっきり言って飲食店からも感染が広まったというエビデンスは未だにないんですよね。なんとか無理やり飲食店が感染症のね、広がる場所だってしたいんでしょうけども、そもそもパーフェクトな感染症対策をしていて、普段から衛生面ではどの業界よりも一番気をつけてるのが飲食店ですよね。じゃあそういうところでね、どんな感染症が広まるのかなと思っちゃいますよね。だからちょっとこう、東京都の小池都知事もちんぷんかんぷんで、それに従う必要ないかなと思うんで、グローバルダイニングさんはね、よくやってくれたと思うんですよ。はい、それでですね、今回ワクチンの話題だったんですけども、いや、ワクチン接種、ワクチンって何なのかよくわかんないですよね。しかも今回治験もいい加減にすっ飛ばしてきてて、通常ワクチンができるまで10年以上かかるんですけども、今回は、治験を行う被験者もいないまま、そのまま出ちゃってる、そして世界中で接種されてる状態なんですよ。でなんかね、その
新型コロナウイルスって言いますけども、もう去年の話なんで、新型は今年は変異種っていうのが出てますよね。この変異種っていうのが実は新型コロナウイルスで、去年のその新型コロナウイルスはもう旧型コロナウイルスなんですよね。私たちはよく知らないんですけども、毎年のように変異種が出てきてて、ウイルスには。で、毎年のように去年生まれた変異種は旧型になっていって、よくある風邪に分類されるんですよ。その繰り返しでされてるんですけども、一体新型コロナウイルス、いわゆる新型武漢肺炎、これは本当に存在するんでしょうかね。存在するのかどうかってことは分からないですね。でも確実に言えるのは、ワクチンってものはバンバン売れてるってことなんですよ。何なんですかね、これはね。ワクチンは世界でも限られた数社ぐらいしか、販売してないです。でも独占的に売れてます。引っ張りだこですよね。これ何なんでしょうね。そしてね、ワクチンを、接種することは私特に反対しないし、私も順番が来たらやるんじゃないかなと思いますけども、ワクチンは有害だとする説もインフルエンザの時から根強くあって、本当にそういう人たちはね、ワクチンをしないし、ワクチンをする人を、時には非難したりするんですよ。無知だということで蔑んだりもします。だからね、ワクチンで安心するのかどうかっていうところなんですけども、私はね、今回のような感染症に対するワクチンのような分かりやすい問題はなくてね、対処してないワクチンを打たなければならない他の病気がたくさんあると思うんですよ。それはどういう考えるかなっていうふうに今回の騒動を通じて思っております。例えばね、貧血病に対してワクチンを打ってない、しかもこれは注射針が必要じゃないです。自分が稼ぐことをやるだけ、商品を売るだけ、集客をするだけ、こんな感じなんですよね。非常に簡単で怯える必要もなくって、やればできるってことなんですよ。それからね、人にはね、諦めっていう病気がすごく蔓延してます。諦めっていう病気は伝染します、ものすごい速度で。で、伝染しなくても自発的に発症したりもするんですよ。そう考えたら、この諦め癖に対するワクチンってのはどうなってるのかなとか思いますね。それからね、どうせっていう口癖、全てを諦めるためのその段取りとして一番最初に口から出てしまうのがどうせですよね。これに対するワクチンも必要なんじゃないかなと思うんですよね。で、さらに人間にはどう頑張っても寿命があるんですよ。タイムリミットがあるんですよ。例えば40歳にもタイムリミットがありますし、50歳にもタイムリミットがあります。もうこの年になったらさすがにできないよとかね、あの時やっていけばよかったとか、数ヶ月前だったらまだなんとかなったっていう、いろんな締め切りがありますけども、ここに対する寿命に対するワクチンね、これもやっぱり足りてないんじゃないかなと思いますね。ということでね、新型コロナウイルスといえども、そして変異種といえども、たかだか無数にある病気の一つなんですよ。でも根本に治さないといけないのは、人間の内側から出る、今言ったようなね、自分に対する危機感とか諦めとかね、お金がなくて困っているという根本的な個人で解決できる、そういった病気ですかね。それに対するワクチンが、無視されてるような気もするしね、難しいんですね、はい、ということで、私は田舎に住んでまして、世の中の流行り廃りっていうのは分かりませんけども、だけども大切なのは、今日やるべきことをちゃんとできたかなっていうことでね、将来来るべき不安にあまりにも怯えすぎて今日がおろそかにならないことかなとか思ってますね。いや、ともあれね、いろいろ不安の種は尽きないもんです。これからどうなっちゃうんでしょうかね。それでは松潤さん、失礼します。